作ってみます。エリカ初めてのバーチャル体験です。バーチャル初めて描けますね、はい、ちなみにこれが実際に見えている映像でございます。バーチャルをつけた瞬間非日常が味わえるのでとても楽しくて誰もが虜になると思います。今日も一日お疲れ様です。どうもラスト JK のエリカです。今日は突然ですがヤバイケンケンさん、皆さんに向けて自己紹介お願いします。現在メイドプログラミングスクール、はい、マイノリティハウスとかいうのをやって、うん、VR 開発もやっています。じゃあそれでは質問コーナースタート、はい、ヤバケンに質問1個目、はい、クリスコのダイゴのマネージャーやってたのは本当ですか？はいはい、本当です。まあ、がっちりしたね、ことをしてたわけじゃないんですけど、沖縄から北海道に一緒に行きましたね。ダイゴさんってどんな方だったんですか？基本ずっとあんな感じだった。メディアに出ているダイゴさんと素のダイゴさん、あんまり変わらない感じ。そうですね。はい、ヤバケに質問2個目。犬派か猫派、どっちが好きですか？犬ですかね。あ、同じ。犬はね、なんかいっぱい感じたんですよ。じゃあヤバケに質問3個目。メイドプログラミングスクールとは何ですか？これはですね、メイドさんと一緒にプログラミングの勉強ができるっていう。はい、ヤバケに質問4個目。どうしてメイドプログラミングにメイドさんを導入しようと思ったんですか？はい、ありがとうございます。僕のね、実体験がですけど、僕は最初まあプログラミング勉強してたんですよね。でも孤独なんですよね。ひたすらね、気が狂うわけです。分かんないから孤独だし、できるようになっても誰か褒めてくれるかって、なんか孤独なんですよ。その時にやっぱ僕は思ったわけですよ。これメイドさんが褒めてくれた方がやる気出るでしょ。やるごとに褒めてくれた方がやる気出るでしょう。いい発想ですね。プログラミング勉強始めた男たちはね、みんな孤独なはずだと。じゃあメイドさんがね、褒めてくれる勉強するとこあったら、来、うん、るでしょ。ヤバケンに質問5個目。家出したことはありますか？実は私家出したことあるんです。中学1年生の時に塾行ってたんですね、うん、どんなに勉強しても勉強できなかったから、うん、もう塾が嫌で、やめたいやめたいって親に言ってもやめさせてもらえなくて、それで家出たんですね。夜中の12時に結局帰ってトイレしたくて、うん、家帰ったらめっちゃ親父に怒られて、 DS とかあるじゃないですか、うん、バキッて携帯もね、バキッて折られた。そう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 、もう嫌だったあれはほんまに。DS とか折られた経験とかありますか？ DS とかはないですね。ないんだ。下で髪を燃やされるとか、わお、蛍光灯エアガンで撃たれてるとか、上から散ってくるとか。家燃えなくてよかったですね。危ないこと。ヤバケンに質問6個目。子供の頃よくどんな遊びしてたんですか？テレビゲーム、ボーケーとか、ボーケーとか、木に登ったり。ヤバケンに質問7個目。中学の部活は何ですか？吹奏楽部。ちなみに私は中1の時陸上部に所属して、うん、陸上部でちょっといろいろあって、中1の後期からパソコン部に所属して。そう、なんか真逆に。そうですね。ヤバケに質問8個目。彼女いたことはありますか？彼女いたことなら、何いたの？多分そう、めっちゃモテますね。すごい。彼氏陸で一つみたいなのありますか？数打てば当たると。いいなと思ったら、うん、当たりますけど、言うことです。言うこと。言っちゃうんですか？すげえ。僕の理屈ではもう言わないと分かんないです。うんうん、ダメだったらもうスイープして、あとは誰かいるんです。ヤバケンに質問9個目。好きな女性のタイプは何ですか？本質とか、普通話とかっていう考え方をしない人がいいですね。ヤバケンに質問10個目。両親ってどこ親だったんですか？うん、まあ僕はそう思っております。趣味全部ぶっ込む人だったんで、最初なんかそのサボテンがとか言って、うんうん、屋上温室作ってて、もうサボテンだらけで、家中のエアガンだらけで、でその後動物にハマって、うん、家中動物園、その趣味ごとにね、迷惑がかかる、うん、そういうのを迷惑だって言ったところでね、うん、聞いてくれないですか？友達の家行った時はもう衝撃だ。衝撃です。だからドラえもん的なの、雷様、怒ってるお父さんキャラみたいな言うじゃないですか、うんうん、そういうのも当たり前だとなんか僕勝手に思ってて、うんうん、でもね、友達に言ったら、父さんがね、うん、まず
なんかお母さんの言うことを聞いてるみたいな、うん、で遊んでたらお父さんがリンゴ切って持ってきてくれたりしてあれ、うん、なんだこれおかしいな。でもいろいろね、そういうのあるうちに、うん、あのチームおかしかったな。それが気づいたきっかけなんですね。ヤバケンに質問11個目、好きな食べ物は何ですか。特にこれっていうのがあって、うん、そのぐらいね、食べ物に興味がない。お腹の調子をとにかく良くしたくて、納豆とヨーグルトを混ぜてよく食べてます。わー、想像だけだと美味しくなさそう、はい、美味しいですよなぜうちがそんなにこだわるかというと、お腹の調子が良くなると体調も良くなるし、YouTube の力にも出せちゃうから。ヨーグルトって何でも合うんだよってテレビでやってて、あ、マジでって思って、じゃあ納豆と混ぜちゃえばいいかなって思ってそしたらめっちゃ美味しかった。そこがわかん、なぜ納豆を選んだ納豆ってお腹にいいんだって。あ、なるほど。そうそう、ヤマケンに質問12個目、好きな飲み物は何ですか。出た、この問題答えは分かってるかもないです。ヤマケンに質問13個目、好きな音楽は何ですか。全く聞かない人で、なくてもいいんですよ。あ、音楽にとってなくても OK。 そうなんです。ちなみにエリカは家に帰ったらよくクラシックとかを聴いてます。あ、そう、クラシックはノリノリなんですか。うん、静かしたずっとノリノリだとは思います。だから無理やりバッハとか落ち着かせています。ヤバケンに質問14個目、趣味は何ですか。今はね、とっくの昔になくなっちゃいました、ね、だったら、仕事趣味っていう、うんうん、まあ、だからメイドプログラムとか、うんうん、まあ、マイノリティハウスとか、うんうん、まあ、その辺はまあ仕事っちゃ仕事なんですけど、うんうん、まあ、趣味みたいないいですね。もんで、だからもう合わせましたね、うん、仕事してると趣味できないので。好きなことを仕事にしててすごいです。好きなこと仕事にするのってなんか探すのってすごい難しそうなので。これもね、数打てばいい。数打つの、これも。数打つと何かがうまくいくので。なるほど。僕はもうだから、ほぼほぼ僕の本気なんかもう、うん、とりあえず数を打つ。もう、いいですね。参考にしますよ。はい。数打たないと僕はダメなんです。ヤバケンの質問16個目、最後にこの動画を見ている視聴者さんにメッセージお願いします。宣伝として、はいはい、まあ、メイドさんとプログラムにしましょう、うん、この5月とで、マイノリティな人はマイノリティハウスで行ってマイノリティ仲間を作りましょう、うん、いいですねであとはまあね、で VR 開発するようになって、うん、もう一緒になんか作って何かやっていきましょうか。ヤバケンちゃん、たくさんの質問を答えたきありがとうございました。下の概要欄にヤバケンちゃんのツイッターとかエリカのツイッターとか貼っています。よかったらぜひ遊びに行ってみてください。それでは次回の金曜日にお会いしましょう。バイチャー。